帆船、帆船、帆船、帆戦。とは、帆、帆に風を受けて推進力とする船のことである。帆創とは、船舶工学における帆船の偽装の構成要素で、マストと帆の組み合わせを体系化したものである。多くの場合、以下の3つの構成を含む。帆には、王半と重半の2種類がある。王半は追い風を捉える効率が高く、季節風を利用して、 長距離を移動するのに向いている。重版は、追い風の利用効率は劣るが、より風に向かって紛る。つまりより前方から吹く風を利用することができ、操船がしやすいという利点がある。以下に挙げるのは、一般的に用いられる搬送と、それに類する、特徴的な搬送である。一般的な搬送は、マストの本数と、そこに貼られた穂の種類で分類できる。 ほぶの源流には、北、ヨーロッパを中心に、黄半式の方を用いた北方線と、地中海やペルシャ湾を中心に、重半式の方を用いた南方線の二系統がある。それぞれの技術が融合して15世紀に、標準型全装ほぶが誕生し、19世紀のクリッパーに至ったが、蒸気船の登場とともに長落していった。 紀元前4000年頃のものと推定される古代、エジプトの陶器に搬送船を描いたと思われる図案が残されている。ただ、この絵には人物が一切描かれていないため、本当に船なのか疑問がある。古代エジプト人は、紀元前3000年頃から外洋航海をするようになり、クレタ島やフェニキアに船を出しレバノン杉などを輸入していた。 紀元前2700年頃のサフラー王の墳墓には2脚のマストとソーダ用のオールを備えた船のレリーフが残されており、サフラー王は8隻の艦隊でフェニキアから捕虜を連れてきたとある。紀元前2200年頃から紀元前2200年頃にかけて英華海で栄えたミノア文明で貿易船を守るため戦闘専門の軍艦で編成された世界初の海軍が作られた。 ギリシャ人の使うガレー船はその後も地中海東部の軍船の主流となった。ガレー船には船首に小さい帆、中央に大きな帆がついており、巡航時には帆を使い、戦闘時には帆をたたんで焦げそうした。細身で高速なガレー船は長い船と呼ばれ、連絡用や重要人物の輸送に使われたが、物資の輸送には速度は出ないが頑丈で容積のある。 丸い船と呼ばれる洋船を作り、用途に応じて使い分けをした。この種の船はローマ人にも利用され、マストを2本備えた船やアンフォラを1万個運べる1万船と呼ばれる大型船も作られた。紀元前の北ヨーロッパの搬送船に関して、ユリウス・カイサルが紀元前56年に残した記録では、ブリトン人は重皮と薄いなめしガで作られた方を備えた。 木造船を使っていたという。アラブ人はイスラムの共同体や信用制度を基礎として、インド洋を中心として、東アフリカから、果ては中国にまで及ぶ小船による海上貿易ネットワークを構築し、インド洋はイスラムの海の様相を呈していた。勢力図が変化したのは16世紀にポルトガルなど、ヨーロッパ諸国が進出してからである。 アラブ人は独特な海図と航海術を発展させ、夜間の航海も可能にした。アラビアンナイト、千代人よ物語の船乗りシンドバットは、10世紀頃のアラブ人船乗りの世界を描いていると言われている。また、同海上貿易ネットワークは、インド化したアラブ人を出現させたように、アラブ化したインド人船乗りも出現させた。多くのインド商人が小船で、 ソファーラ、モザンビーク周辺に行き、先鉄を高額で買い付け回り、インドに輸出していた模様なども、アラブ人、イブンアル・ワルディの旅行記に記されている。三角棒を特徴とした、アラブ独特の帆船は、今でも、ザンジバル島、パキスタン、モルディブ、インドネシアなど広範囲で使用されており、ドーニー、ドーニーやダウなどと懲れている。紀元前2500年頃から、 アウストロネシアの太平洋、インド洋への移民が始まり、紀元前千年頃には、ポリネシア人がサモア、トンガなどに達している。当時使われた船を示す、直接の証拠はないが、風の弱い時期を選んで風上に向かって搬送していたと考えられている。ミクロネシア文化人やポリネシア人は、転測や生物症の観察、うねりの観察などを用いた独自の広報技術、 スターナビゲーションを発達させ、時に数千キロにも及ぶ大航海を行っていた。オセアニアでは、客さん覚クラブクローセールを用いた小船が、坂に建造され、人や物の交流に使用されていた。これらを総称して、セーリングカヌー、搬送カヌーと呼ぶ。セーリングカヌーには単動のもの、アウトリガーカヌーと騒動のもの、ダブルカヌーがある。北層時代に、 高来へ派遣する施設用として作られた小舟は全長約110メートル積載量1100トン以上で見たことのない大船だと記される。一般の貿易船としては積載量275トン程度の大船から万国船と呼ばれる600から900トン程度の巨大小舟まで様々な種類の船が用いられた。戦闘船は速度が重視され1日地里を航行すると 記録されている。ベネツィアの旅行家、マルコポーロ、マルコポーロ、1254年から1324年は20年近く元朝の首イハーンに仕えた。その時のことを口実した東方圏分読において、岩頂の南方交易用の小舟は4本のマス島持ち上院は60名程度であること、流骨、キールによって船体は高い強度を保っていること、 浸水しても沈没を免れる、核壁構造の船体を採用している子、羅針盤によって正確な引用航行が可能であることを報告している。中国の明朝では、テイが1405年から1433年にかけて7回の大航海を行った。航海した範囲は、東南アジア、インド、アラビア半島、アフリカ東岸にまで渡った。これらのには、 長さ173メートル、幅56メートルにも及ぶ巨大な保船が用いられた、詳細は、項目、定和を参照のこと。6世紀の中頃、西武連団がカラフ派、柳の枝に皮を張った、ボートで大西洋を航海したという伝説があるが、鉄具とタールで補強し、トリカジオールと歩を装備していたと伝えられる。1939年に、 サクソン人の船相母がサフォーク州サトンフーで発見された。625年頃、イーストアングリアの王、レドールドを葬ったものと考えられ、クリンカービルド、鎧張り工法で作られるなど後のロングシップとの類似点が多く見られる。8世紀半ばから11世紀の半ばまでの300年間、北ヨーロッパではバイキングが勢力を拡大した。 ロングシップと呼ばれる深い流骨と取り外しのできる黄斑を取り入れた船守備同型船でイングランを襲撃、征服し、地中海やカスピ海、北、アメリカにまで至った。いくつかのロングシップが船相撲として発見されているが、それらはオールの数が15体と少なく戦闘用のロングシップではないとられる。北欧の佐賀の記述には、 多くのオールを装備した船がしばしば見られることから、戦闘用のロングシップは、さらに武骨で大型だったと考えられている。また、バイキングは、貨物用のクナールという搬送ボートを使用していた。クナールは、ロングシップと比べて基水が深く、前後は短いが幅が広く、オールは少なく、マストは、完全に固定されていた。バイキングの体長後も、一本マストの、 フナシュビドー軽船は北ヨーロッパ諸国で使われた。11世紀のノルマン人によるイングランド信仰を描いたバイユーのタペストリーでは、その建造から出撃の様子を見ることができる。基本的デザインはバイキング船と変わらないが、縦の配置や馬の輸送船など騎兵戦術への移行への対応が見て取れる。また、他のロングシップの公営として、スコットランドのウエストハイランドガレーがある。 ウエストハイランドガレーは原則田ではなく千尾田を持ち15世紀まで使われた12世紀になるとバウスプリットと舵を備えた北方船が出現するバウスプリットによって風上への搬送が可能になり船体が傾斜した状態では役に立たない原則田は千尾田へと切り替えられた13から14世紀にはこの種の大股船はコグ船と呼ばれ 半座同盟の標準船舶となった。北ヨーロッパでは、海戦はあまり起きなかったが、コグ船は戦時には、船首楼、船尾楼を設け戦闘用に改装される場合があった。時とともに、船首楼、船尾楼は、大型化、状態化され、居住スペースの拡張として商船にも採用された。小愚船は、基本的に、クリンカービルド工法だが、船体上部は、カーベル、ビルト、 タイラバリ工法で作られた。北ヨーロッパにはもう一種、ハルク船と言われる大型船があり、こちらは完全にクリーンカービルド工法で作られた。ポルトガルのエンリケ航海王子、1395年から1460年は、インド航路を再開拓するために、船乗りの援助や小船の改良に力を注いだ。当時、東方との交易は、 イスラム商人が高い関税をかけていたため、直接、中国やインドなどから、陶磁器、鉄製品、綿織物、香料、香辛料、絹などを入手するルートを開拓する必要があり、小舟には様々な改良が加えられた。それまでの小舟は一本マストであったが、この頃から三本マストの小舟が現れる。キャラベル船の誕生はそれまでの西洋の貧弱な、 小船と比べ活動範囲を大幅に広むした。キャラベル船は3本のマストに三角母、ラテン母を採用することで逆風でも前進できることが特徴である。クリストファー・コロンブスの第一回目の航海におけるサンタマリア号の両艦、ニーニャ号とピンタ号がキャラベル船である。15世紀、キャラベル船とほぼ同時期に開発されたキャラック船は遠洋航海において それまでの西洋の旧型帆船と比べた量の輸送を可能にし、大西洋やインド洋を越えインドや中国との南海交易に参加することを可能とした。コロンブスによるアメリカ大陸の発見、1492年、バスコダガマによる希望峰を経由するインド航路の再利用、1498年がなされた。1519年から1522年にかけて、 フェルギナンド・マゼランによる世界一修航海がなされている。16世紀に入ると小舟の主流はキャラベル船、キャラック船からガレオン船に変わっていった。軍船も同様にガレー船からガレオン船に変わっていった。ガレオン船は船首楼より高い船尾楼を持つことが特徴である。従来、流骨の長さは潜伏の2.5倍程度だったが3倍まで。 船隊の全長が長くなったことも特徴に挙げられる。ガレオン船は商船としても用いられたが、大量の大砲を搭載できたことから、主に軍艦として用いられた。大航海時代の主役は、ポルトガルとスペインであったが、1588年、フランシス・ドレークラが率いるイギリス艦隊が、スペインの無敵艦隊を破り、状況は一変する。スペインは、 大西洋の制海権を失い、イギリスが一大海運国として台頭するきっかけとな。17世紀後半から18世紀にかけて、軍艦は艦隊を組み、大火力による艦隊決戦をしばしば行うようになる。この時期に行われた有名な海戦として、トラファルガーの海戦、1805年が挙げられる。艦隊の主力は、戦列艦と呼ばれる二から三層の砲列艦ンに、 合計五十から百三十門の大砲を持つ艦首であった。戦列艦は二十世紀の軍艦における戦艦や巡洋艦に相当する。戦列艦に比べ軽快な一から二層の砲列艦板に合計二十から五十門の大砲を持つフリゲートと呼ばれる艦首も登場してきた。十八世紀初頭には従来の舵取り棒に代わってソーダリンが用いられるようになった。 より効率の良い操船が可能になった詳細は小舟時代の海戦戦術も参照のこと。19世紀は小舟史上最も多くの小舟が建造された時代であり、そのピークは1891年のアメリカで年間十4万4千トンの小舟が建造された。特に1880年代は歴史上最も多くの搬送商船が貨物輸送を行っていた。 19世紀の科学的進歩は小舟の建造技術にも及んだ。18世紀末にジョセフ・ハダードによって従来より2倍の強度となるロープの編み方が考案され、1850年代には鉄製のワイヤーが導入されるような利作具の設計に大幅な自由度がもたらされた。1827年には初めての鉄製マストを持つ HMS、フェートンが建造された。 マストの鉄製化は、船体上部の重量軽減と、小スペースとなり、強度も向上した。また1850年に、鉄の6材に木の外板を貼り付けた、木鉄船体を持つ、エクセルシーオール号がリバプールで建造された。これらの木鉄船は、巨木の入手が困難な地域で普及した。蒸気船との競争に対して、小船の劣る点の一つに、人件費の問題があった。 そのため、より少ない人数で船を操作できるように、宿販法や穂の構えなどに工夫が加えられ、1890年代にウィンチが導入された。19世紀に紅茶を運ぶための快速船、ティークリッパーが中国からイギリスまで新茶を届ける、速さを競い合った。最初に届けられた新茶は、高値で取引されるため、選手に莫大な利益をもたらしたのである。この競争は、 T レースと呼ばれ、カティーサーク、サーモピレーなどの T クリッパーがしのぎを削り合った。T クリッパーは外洋を高速で搬送できるよう、標準よりも細長い船型をしている。例えば、カティーサークでは縦の長さは横幅の6倍に達している。微妙な操船が困難になる細長い船型が可能になった背景には、蒸気機関によるタグボートが普及し、 栄光によって出入口ができるようになったことが挙げられる。19世紀は軍艦の主力が小船から蒸気船に主役が交代した時代でもあった。19世紀前半あたりでは石炭の補給の問題から蒸気船は比較的短距離の航路での運用に限られていたが、急探知が整備され蒸気機関の性能が向上するにつれ蒸気船の優位性が明らかになってきた。しかし、 初期の動力船は船体に対して機関部と石炭庫の容積が大きすぎ、遠距離の商用航海には不向きだった。蒸気船の優位を決定的にしたのは1869年のスエズ運河の開通である。スエズ運河一帯はほとんど無風であるため、蒸気船の独占場だったのである。小船はその恩恵に預かることができず、常実の T クリッパーの多くは、 中国航路からオーストラリアからの羊毛輸送に転向を余儀なくされ、やがて姿を消していった。クリッパーの時代が終わった1880年代には、ヨーロッパでは積載量を重視した鋼鉄製の大型帆船が作られるようになっていった。帆船は荒海として知られるホーン岬を回る航路では、蒸気船よりもうまく乗り切れるとされ、 オーストラリア航路や地理の小産の輸送に活躍した。20世紀初頭には、アメリカのトマス・ダブル・ローソンやヨーロッパ地理間の小石輸送で大規模な半送小船隊を編成したドイツの傀儡者社が所有したプロイセンなど鉄、鋼鉄製の船体で、大型、タマストの小船が建造されたが、もはや小船は海運の主役ではなくなっていた。 フランスでは1881年より帆船に対する補助金制度があったため、帆船時代の末期においても多くのフランス籍の大型商用帆船が就航していた。当時、フランス帆船は空にで世界一周をしても補助金によって十分な利益を上げることができると言われていた。第一次世界大戦でドイツ潜水艦による商船無差別攻撃、 無制限潜水艦作戦などにより数多くの商用帆船が失われ、またフランスの補助金制度も打ち切られたため所有していた英米物の船会社は貨物運航を機船に切り替えた。ドイツのライツ社は戦後賠償で失った船の一部を買い戻して再建を図ったが結局1930年代前半までに船員養成用の数隻を残して売却機船に置き換えた。 両体戦艦の時代は、フィンランドの選手グスタフ・エリクソンが、世界中で放棄された、高性能の大型帆船を買い集めて、大規模な搬送商船隊を編成し、ヨーロッパ・オーストラリア間で、穀物輸送に当たっていた。当時は、帰戦の時代になってもなお航海士の免許に、保船の乗船経験を必要とした国が少なく、なかったため、エリクソンの船団には、 そのような実習生が多数乗船し、人的な面での需要もまだ残っていた。しかし、エリクソンの半層小船隊も、第二次世界大戦で大半の船を失い、1947年の彼の死とともに終わりを告げた。最後まで残っていたのは、南米のチリ沿岸で運航されていた一隻と、西ドイツの選手が練習船権穀物輸送の貨物船として使用していた二隻だったが、 1957年9月22日に西ドイツのパミールが南大西洋上で台風の直撃を受けて遭難沈没し大半の乗員と実習生が犠牲となる惨事が起き姉妹船のパサートも運航継続を断念翌1958年6月18日に治療機で肥料輸送についていたオメガが沈没しここに大型商用ホブネは 会場から姿を消した。その後オイルショックの時代、高空力学を応用したハイテク商用ホブネの建造が真剣に検討され、設計も行われたが、結局は建造前にオイルショックそのものが終わりを告げたため、建造されずに終わっている。なお、この時設計されたホブネを実質的な主人公とした小説 A Labell of w a t e r が執筆されているが、これは日本でも、 早川文庫から電子反戦ジェットウィンの題名で出版されていた。それを最後に大型ホブネの活躍の場は海軍の士官や民間の船員要請の練習船など限定されたものになってしまっている。21世紀に入ってスタークリッパー社が前述のプロイセン号をモデルにしたゴホマスとシップ型の大型ホブネをはじめとする3隻の半層クルーズ客船を カリブ海域に投入している。貨物船としては、原油高騰の煽りを受けた2007年以降、コンピュータで制御する大きなタコを装備したタンカーが運航されるようになった。このような規範船は、第一次オイルショックの際に検討されていたが、を操作する熟練した船員が多数必要であり、これが人件費を抑えようとする選手との思惑と一致しないという問題点が存在た。 現在は、風向風速計から得られたデータを、コンピュータで解析、放電動モーターで正確に制御することにより、船員を最小限にして、最大で燃費を15から30%程度改善する効果があるとされる。これらの省エネルギーを目的とした小船は、補助動力として、風を利用しており、予定公開日数を厳守するべくヨットレースのように、向かい風を利用して、 ジグザグ航行を行ってまで燃料節約を行う。な。2008年にはフランスの海運業者コンプニデトランスポートマリタイムエール・エイボイル社 CTMV によってワインの商用輸送が再開された。CTMV は108隻の古い搬送船を所有しており、その速度は8ノット程度ではあるが、環境問題に関するアピールや燃料代の節約になっている。 その後も搬送を推進力の一部とした、ホブネ舟時船のハイブリッド船の開発は続いており、新愛特丸計画のほか、大学と海運会社により、高翼砲を使った省エネルギーホブネの研究が進められている。実用船としては、一般的ではなくなったが、オリンピックのセーリング競技のほか、アメリカスカップやボルボーオシャンレースなどのヨットレースが盛んに行われており、 これらに参加する小船のほは人力で操作するものの船体は最新の流体力学による知見と炭素繊維などのハイテク素材を利用して開発されている。北海道野野付湾では北海海ビ漁の際に住処となるアマモを傷つけないようにエンジンを停止して搬送のみで漁を行う打たせ網漁が伝統行事として続いており地元の観光資源にもなっている。 アメリカ沿岸警備隊ではドイツから戦後賠償として取得されたワークを士官学校の海洋実習船として利用している。現代でも小船の特性に由来するルール、スターボード定優先の原則が国際法として継承されている。水蒸気はエンジンで水上を滑走するだけでなく法、ほ張れば、小船ともなるため、一種の規範船とみなすこともできる。 機械の信頼性が低かった時代には、エンジンの故障で、不時着水した際、陸まで移動するための予備動力として、取り外し可能なマストと帆が搭載されており、緊急時には、小舟となって移動することが想定されていた。エンジンの信頼性が向上した、現代の水蒸気には採用されていない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。